ショールームフォローしたよ、ありがとうございます。霊光師の子やん、そうです、前田玲子さんを崇拝してます。こんばんは、はじめまして。にしちゃん頑張ってるね。頑張ってます、ありがとうございます。足の具合はどうかな。本当に皆さんにご心配をおかけして本当に申し訳ないです。でも見ての通りむっちゃ元気です。こんばんは、こんばんは。大人っぽい服ですね。え、ありがとうございます。これワンピースなんですよ。立ち上がっていいのかな。ほっぷ。ちょっと狭かった。こういうワンピースのお洋服になってます。これお気に入りです。失礼します。こんばんは、元気もりもりやん。そうです、元気もりもりです。初見、初見ですよ。あ、初見さんいらっしゃい、こんばんは。大阪は慣れた。大阪めっちゃもう慣れすぎて、なんかもう逆にエセ関西弁みたいになってきちゃってます。ちょっとめっちゃ可愛い。ありがとうございます。大丈夫、エクボあるのね。そうです、エクボがチャームポイントです。失礼します。何歳？16歳、千葉県出身です。ちょっと待って、低い声してみて。今日フォローしました、ありがとうございます。え、どうしよう、低い声とか高い声で何かやりますか。私声変えるのも特技なんですよ。得意です。誰か来た。そうです、今目の前に4人います。めっちゃ恥ずかしい。誰や、皆さんちょっと想像してください。ツボが浅いので。そうです、めっちゃ恥ずかしがり屋で、ちょっと目の前で座ってるとちょっと恥ずかしいですね。9期が見守ってるのかな。そうです、4人見守ってます。恥ずかしい。高い声で話してみて。私ハムボって皆さん知ってますか。私ちょっと 前から×印出たんでやめときます。ちょっと待って、じゃあ人気者や。そうですね、今ちょっと、ね、こんばんは、あ、初見さんいらっしゃい、こんばんは。ちょっと本当にちょっと恥ずかしがり屋なのでちょっとやりづらいかも。そうなんですよ、やって。ちょっとえ、これでめっちゃ下手だったらどうしよう。え、どうしよう。ちょっと後ろ向いててもらってもいいですか。ちょっとやっぱハート作って、じゃあ行きます。ちょっと待って、鏡。そうなっちゃ、ちょっと下手だったかも。そうなっちゃ、ダメだ、今日ちょっと諦めます。ちょっとそうなん、下手でした、ごめんなさい。ちょっと緊張してるから、いつももっとうまくできるんですけど、やばい、わらわらわら。セミ野郎。セミです。セミはね、結構調子が悪くてもできます。そうなんですよ、結構喉が。それだとニャースだな。え、ニャースできるかな。ちょっと今度挑戦してみますね。え、やだ、ちょっと無理無理。ちょっと今ニャースを今やってって言われたんですけど、ちょっと要練習してから来ます。もまめ取ってます、面白いね。え、ありがとうございます、ありがとうございます。もまめ本当に
夏になったわ。いやまだまだ冬ですよ明日はなんか都内で雪が降るみたいで、本当にあの都内にお住まいの皆さんは気をつけてください。新幹線の通過の音もできそうだね。え、新幹線の通過の音、え、聞いたことないかSAO の推し教えて。うわー、 SAO ちょっと迷いますね。え、でもやっぱり、まあ、まあ定番のキリトが好きですね。モルカーは見てる。あ、見てますよ、もちろん。前田玲子さんもね、モルカーのグッズとかつけてるので、本当にぷいぷいモルカー本当に大好きです。最近なんかぷいぷいモルカーっていうなんか言葉にハマってて、ぷいぷい寝るかとかよく言いますねNMB 好きになったきっかけは、好きになったきっかけは前田玲子さんの TikTok です。もうめっちゃ新規なんですけど、はい、マニアック音真似極めていくか、ちょっと声真似とか極めていきたいなって思います。バレンタインメンバーにあげるん、あ、そっか、もうバレンタインか。バレンタインメンバーにあげたいですね。ゲームはやりますか。ゲームめっちゃやりますよ。もう結構いろんな、本当にスプラトゥーン、いやでもスプラトゥーンはなんかすごい Wii U でやってたんですけど、スイッチはやってないです。 Wii U の操作になりすぎて。とかあとは普通にフォール、違う、間違えた、フォートナイトとかはやってます。進撃の巨人は、あ、進撃の巨人も本当にめっちゃ好きで、コスプレとかも意識持ってるんですけど、進撃の巨人はエレンですね。もう本当に主人公大好きオタクなんでこんばんは、こんばんは。レイコとかアニメの話になると早口になるのくさちょっと、いやでもこの前、その前田レイコさん、あのこの前の9期生の才能発掘合宿ってっていうのがあったんですけど、その合宿で前田玲子さんとお話できた時があって、その時は帰ってきたと、部屋に帰ってきて9期生になった途端にクソほど早口になってました。本当にこれとは比べ物にならないくらい早口でした。今日の服装はモバメの画像の服装ですね。あ、これ実はちょっと違うんですよ。肩とか開いてなかったりとかちょっとどういうこと？え、なんかちょっと、あ、バツはい、ちょっとスルーします。衣装図鑑面白いよね。いや、衣装図鑑もすごい面白いんですけど、私が一番面白いなと思ったのは NMB48 あるあるです。 NMB48 あるある、皆さん新しいの見ましたか？もう本当にめっちゃ面白くて、ちょっと何回も見返してます。いや、でもああいうの見るとなんか、あ、自分もなんか NMB48 に入れたんだなってすごい嬉しいです。将来声優を目指してるの？声優やってみたいです。でもできるかな、ちょっと滑舌が微妙に悪い気がするので、滑舌ちょっと良くして声優にも挑戦したいなと思います。Wii U で何のソフトやってた？やっぱりスプラトゥーンと、あとマリオカートはめっちゃ極めてました。マリオカートはスイッチもずっとやってます。暇さえあればマリオカートです。貴公子の真似してえ、私貴公子のモノマネめっちゃやるんですけどちょっとでも全身がこういう、こんなです。お、ちょっとメンバーが一人動き出しました。すごい貴公子のモノマネしてます。これ見せたい、ちょっとあのモバメに誰がいたかっていうのは後で送りますね。オタ少女はシャーなし。あ、ちょっと待ってくださいすごいあの完成度の高い貴公子がいましたね。今ちょっと本当に後でモバメに誰がいたか送りますね。合宿でレイコと距離縮まったみたいでよかったね。え、本当にあの写真とか撮った時に最初こうだったんですよ。ピースって撮ってて、そ
髪洗いたくないなって思いました本当に。ありがとうありがとう、ちょっと今手が伸びてきました。オタク気質なんですな。いや本当にオタク気質なんですよ。もう私が一番最初にオタクになったのはそれこそあ、ラブライブ、ラブライブが一番最初です。ラブライブの小泉花代ちゃんが一番最初に。あ、そうなんですよ。あのちょっとあの最初そのなんかご飯を食べるってなった時に席が自由だったんですけど、最初私なんか前田玲子さんの隣とかもう恐れ多すぎてなんかもううわどうしようってなってたんですけど、もうあのレオちゃんがあの連れてってくれて前田玲子さんの隣に。でなんか前田玲子さんも本当はそうなんか結構先輩メンバーの中にいたんですけど、なんかわざわざ私の隣に座ってくださって、本当になんかもう神だと思います。神様です。本当に前田玲子さんは神です。本当にちょっとえ本当に崇拝してるんですよ。西玲子に一歩近づいた。うわ本当にあの本当に前田玲子さんとは結婚したいですね。本当にどうにかして結婚できないかなと思ってるんですけど。ナレーションとかできそうないい声してるよ。本当ですか。ありがとうございます。嬉しい。エヴァ好き。エヴァはちょっとだけ見てました。でもエヴァよりもあっちのガンダムの方がよく見てました。アムロのガンダム見てました。エヴァ信じエヴァに乗れ。嫌だよお父さん。信じエヴァに乗るんだ。あすいませんちょっとふざけすぎた。折り紙は何を折れるの。プロフィールに私趣味かな、趣味に折り紙って書いてある、特技かな、ね、折り紙って書いてあるんですけど、折り紙はランドセル、あの本当にこの小指サイズの恐竜とかこんくらいのサイズの結構開けるランドセルとかは折り紙で作れます。みんなで貴公子の真似するしか、ちょっともう本当に貴公子は本当に真似したいですね。駆逐しないと。駆逐してやる。この世から一匹残らず。駆逐したいですね。鬼滅は誰推し。ああでも鬼滅はでも誰推しとかはないんですけど、声優さんがすごい豪華で、あの私森久保さんっていう声優さんとか梶裕貴さんとかめっちゃ好きなんですけど、あのいいなと思います。鬼滅は本当に声優が豪華です。初見です。初見さんいらっしゃい。ただいま千葉県からごめんなさい、すごい今あのめっちゃ発音おかしくなったんですけど、ただいま千葉県から応援してます。ごめんなさい発音がおかしくなっちゃった。やばいやばい。高校生メンバーなら写して OK だよ。映る？映らないそうです。こんばんは、こんばんは。自慢話するとき早口になるオタクあるある。本当に、いやでも本当に自慢させてください。私は頭ポンポンされました。やばくないですかこれ。もう自慢できる。ブログとメールチェックしてます。え、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃそういうコメントあると。本当になんで常に前田玲子ってフルネームで呼ぶん。え、本当になんか私推しをなんかフルネームで呼ぶ癖があるんですよ。なんでかわかんないんですけど、なんか小泉花代ちゃんとかもなんかみんななんか花代とかって呼んでるじゃないですか。でも私どうしても小泉花代ってなっちゃうんですよ。なんかフルネームがそういう感じになっちゃってます。え、ガンダムファースト、多分ファーストだと思います。アムロ行きまーす世代ですね。あのお母さんが世代で一緒に見てました。レイコは人見知りやから後輩からグイグイ行くと仲良くなれそう。え、
ちょっと本当に私結構、私も結構人見知りなんですけど、もう本当に好きな人にはグイグイ行くタイプなんで、もう本当に押して押してけ押してけで行きます。ガンダムトークしたすぎる。え、本当にあの話し会とかもしよければガンダムトークしましょう。ぜひ。職人やん。そうですね、折り紙は結構職人技で作ってました。心臓を捧げよう心臓を捧げたいですね。私なんか癖があって、なんかちょっと高い山とか壁とかと、あと鳥があると、もう本当に人類は思い出したになっちゃうんですよね。人類は思い出した、奴らに支配されている恐怖を、鳥籠の中に囚われている屈辱をっていうのを結構口に出しちゃうタイプですね。イラストは得意。得意じゃないですね。ちょっと本当に結構画伯の方だと思うので、全然あのイラストを、あの今ホワイトボードあるので、あのリクエストとかあれば書きます。ユマ・アッカーマン、うわミカサと結婚してるガンダムのキャラ誰が好き？僕はシャア。いや、シャアめっちゃ顔がいいですよね。シャア本当に好きです。私もシャアはめっちゃ好きです。やばい、あ、コメントが。ハガレーも推し。いや、私そうなんですよ、ハガレーは結構あの近くの人に、身近な人に布教してて、あのめっちゃ笑顔が可愛いんですよ。本当にあのもう本当普通の元の顔も可愛いんですけど、笑顔がクソほど可愛くて、本当に結構ラブですね。結構ラブです。今期のアニメ見てますか？はい、今期のアニメ見てます。いろいろ、やえば、そうですね、あのハガレーはもうやえばも可愛い。そう、笑顔の時のやえばとめっちゃ可愛いんですよ。皆さんぜひハガレーもチェックしてください初見です。初見さんいらっしゃい、こんばんは、こんばんは遊びに来たよ。もうぜひぜひいつでも遊びに来てください。本当に待ってます。ザンちゃんって呼んでくれると嬉しいです。ザンちゃん、ザンちゃん、ザンちゃん、ザンちゃんおおお、リヴァイのモノマネしてみて。リヴァイのモノマネ、え、リヴァイはちょっと厳しいかも。リヴァイは難しい。ということでアニメゼリフ言うのは異常者。本当にちょっと結構異常です。んいやすいません、ちょっとなんかリヴァイのセリフを書かれました。ヒロアカ見ますか？ヒロアカは私1期までしか見たことがなくて、でもあの山下さんとか、あの梶裕貴さんとかが出てるのは知ってます。萌え台詞はその場で考えたの？そうですね、萌え台詞、あの多分チョコの萌え台詞かな、はその場で考えました。最初はなんか男側になろうかなって思ったんですけど、やっぱ釣りの方がいいかなと思って釣りにしました。男側っていうのはなんか男になってなんかホワイトデーにチョコ渡そうかなと思ったんですけど、やめました。3文字の子は覚えやすい。ぜひ覚えてってください。西ゆまですアニメでとんでもないスキルで異世界放浪飯がおすすめです。あ、私もそれ見てますよ。めっちゃ面白いですよね。なんかもともと漫画で見てて、はい、好きです。ジャンプ漫画系が好きなので。いや違うんですよ、私ゆるゆりとか、あの普通にごちうさとかもめっちゃ好きなんで、あの意外と結構ガチの方です。おおおお、アルミンの声にちょっと似てるかも。え、本当ですか？ありがとうございます。
森久保さんがやってたキャラならどのキャラ？私は、森久保さんだと一番好きなのはアンサンブルスターズっていうゲーム、まあ、ゲームの結城真琴っていうキャラクターが大好きです。初見さんが増えてってるね。え、本当ですか？ありがとうございます。初見さんいらっしゃい。待って、1500人の人が見てる。1500人ってすごくないですか？え、1500人の人がこの画面を見てるってこと？え、ありがとうございます。やった。ちょっと緊張しちゃうかも。昔のアニメも好き。え、めっちゃ好きですよ。本当に京アニとかは本当に大好きです。あとは日常とかめっちゃ好きです。遊び遊ばせとかも好きです。アニオタじゃなくて声優さんの方。いや、アニメから入ってます。アニメから入ってラブライブでその声優さんがライブしてるんですけど、そっから声優さんっていうものを知ってっていうか好きになってっていう感じです。あとバンドリとかも好きです。西山ちゃんこんばんは。こんばんは。釣れた。それ釣りですね。小学生とは仲いいの？あ、本当にめっちゃ仲良くて、さっきアミタンが配信してたじゃないですか。アミタンが配信しててで、マジで本当に可愛すぎて結婚しようって、最近なんか結婚しようが口癖なんですけど、結婚しようって言ったらうんって言ってくれました。え、どうしよう、私一切多妻制やだ。西優って呼びたい感じ？え、全然もう何でもいいですよ。西優って呼んでください、ぜひ。西ゆ、西ゆまちゃん。え、違うですよ、西ゆまです。のんのん日和が好きです。うわ、のんのん日和いいですよね。声の出し方がディズニーっぽい。本当ですか？私ディズニー、あ、やばいやばい、めっちゃ好きなんですよ。ちょっと秘密で。アニオタ集合。皆さん集まってください。アニオタ結構いろんなの見てるんで。手挙げてる人いる。コミケ好きそうですが、コミケ行きたいと思った時はもうコロナで全然行けてないんですけど、でもコスプレイベントとかは結構よく行ってました。普通に見る線なんですけど。今日初めて見に来れたよ。え、本当ですか？ありがとうございます。うわ、コメントが難しい。アミタンと結婚？やばいやつやん。本当に、あ、いた。間違えた。レイコちゃんには結婚しようって言った？いや、言ってないですね。いや、まだもう本当にさすがにそれは言えないですね。もう本当に結婚はしたいですね。ちょっといずれ。ちゃんと養育費払ってくださいね。もちろん払います。京都アニメーションの代表作は軽音だね。いや、軽音もめっちゃ好きです。ふわふわタイムとかめっちゃ歌います。君を見てるといつもハートドキドキ。レイコも日常好きだったと思う。え、本当ですか？ちょっと今度話しに行きます。軽音好きだったな。特にアズニャ好きだったな。いや、アズニャめっちゃいいですよね。アズニャマジで可愛いですね。でも私はゆいちゃん派です。大きなイクボがいい。ありがとうございます。リゼロ好き。いや、リゼロもなんか3話切りしちゃってあんま見れてないです。なんかレイコさんと喋り方似てる。え、本当ですか？ちょっとめっちゃ嬉しい。いや、本当に私なんかもうレイコさんに似てるって言われるとなんかめっちゃ嬉しいんですよ。ちょっと普通になんか心に刻みます。リアルお話し会どんな感じ？人見知りする？いや、でも多分リアルお話し会もこういう感じかなって思います。多分ちょっとやったことがないので分かんないんですけど、ちょっと練習しておきますね。窓マギコスプレしてします。いやー、窓マギは本当にいいですよね。
ホロライブ好き。いや、ホロライブもちょっと知ってます。でもあんまりなんか追ったりとかはないですね。コスプレしたの、あ、コスプレが趣味です。もう本当にいろんなコスプレしてます。アニメはテニプリ一択やけど、日産シトとシトシトテニプリもちろん知ってます。本当にコラボカフェとかもよく行ってて、アトベ様が好きです。破滅へのロンドちょっともっとちゃんとやないで。破滅へのロンドやばい、ちょっとめっちゃどうしよう。こんな見られたらみんなやばいよね。ちょっとでも腹から声出しますね。ちゃんとフォローしましたよ。え、ありがとうございます、嬉しい。れいこちゃんと結婚するなら綺麗なお姉さんにならなきゃで。いや本当にそうですよね。とりあえず前田れいこさんには年上と年下好きですか、どっちが好きですかっていうのは今度聞きますね。共和には神、いや本当にそれなです、わかります。本当に共和には共和には神です。あーやばい、さっきの大丈夫かな、破滅へのロンドン。公演最前入った時の話聞きたいです。いや公演最前入った時は本当にまずチケット持った時になんか番号とかがよく分からなくて、どの席だろうと思ってたんですよ。そしたらなんかもうステージここです、ステージここで、ごめんなさいそれは嘘です、ここら辺でステージがここら辺だったんですよ。でえっと思ってさすがに焦りましたね。でなんか未来さんとかがこっち側、結構この目の前によくいたんですけど、前田玲子さんは結構奥の方の反対側だったんですけど、未来さんが目の前にいてなんかめっちゃなんか微笑みかけてくるんですよ。もうめっちゃ可愛くて、さすがになんか目が合いそうになったんですけど、ちょっと恥ずかしくてちょっと見れませんでしたね。もう本当に教室めちゃめちゃ面白いね。本当にめっちゃ面白いですスパイ教室は本当に今見てます。まだコメントしてないけどブログ見てるよ。え、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいなんかめっちゃちょっかいかけてくる目の前のメンバーがめっちゃ面白い、なんか変顔写真見せてきます。ちょっと待ってくださいね。はい、はじめまして、はじめまして。ポニテとツインだとどっち派、圧倒的にツインテール派です。もう本当にツインテールは世界を救うと思っています。もう本当にツインテールは神様だと思います。本当にツインテールは世界を救います。皆さんツインテールってご存知ですかご存知ですか。じゃあツインテールってこの耳の上からこうやって結ぶんですけど、めっちゃ可愛いですよね。本当にツインテールしてる女の子は私が 大好物です。本当にデュフフ、いや本当にデュフフです。やばい、でもちょっとさっきのアトベ様で結構力出しちゃったから、これでファンが減ったらどうしよう。レイコは年上派なのよ。年上派か、ちょっと撃沈しました。あー年上派か、あーしょうがない。話し会当たったからめちゃめちゃ楽しみです。え、本当ですか。ちょっとこういう感じでお話ししますので、皆さんぜひ。そういえばお話し会が今第4 の, あのお話し会の受付があるそうなので、皆さんこういう会話でもよかったらぜひ来てくださいね。待ってますよ。でもどうしよう、こんなこういう喋り方ちょっと嫌だわみたいな人いたら本当にごめんなさい。ちょっとそれ慎みます。虫触る時の動きと似てる。いや虫これですよ、
これ本当に、いや、あれはめっちゃ頑張って触ろうとしてたんですけど、触れなかったやつですね。ペンライトカラー、何色と何色ですか？赤と黄色です。赤はあの私の好きな色で、黄色はみんなに、なんかみんなというか結構知り合いとかに似合うよって言われる色です。みんな私何色に似合うと思いますか？いつもなんか洋服はモノトーンなんですけど、何色に似合いますかね？ツインテールは世界を救う、本当に世界を救います。マジでツインテールはもう本当にすごいですよ。ツインテールの破壊力って本当にすごいです。高めツインして、私これ長さ結構短いので、ツインテール こういう感じになっちゃうんですよ。なんか結構幼女みたいになっちゃうんですよね。え、どうした？あ、ちょ今メンバーの前髪がすごいすごいカールされてます。今ちょっと面白い。あ、ツインテールしてる。ツインテールしてくださってる、くださってるってか同期なんですけど。あ、痛い。絵を描くのは得意ですか？苦手です。え、ちょっとなんか絵描きたいな。え、なんかない？イラスト。みんなが分かるやつ、全国民が分かるやつ。ちょっと今イラストのちょっと何描くかっていうのをちょっとメンバーに聞いてます。いや、私分かんない。ちょっと今島次郎って案が出たんですけど、私ちょっと分かんないですね。私もう島次郎みんなが見てる時にはもうラブライブを見てました。え、どうしよう。じゃあ、あ、猫描こうかな。え、オピタ。いや、それはダメだ。ちょ、いや、猫描きます。ちょっと待ってくださいね。え、でも結構さ、これ、あ、待って、やばい、かわいいかも。輪郭がうまくいってる。ちょっと待ってください。今回めっちゃ可愛いかも。輪郭がうまくいってます。え、待って、やばい。やばい。ちょっと待ってください。可愛くない？え、いや、見てください。可愛くないですか？今日めっちゃうまくいきました。あ、特に輪郭がめっちゃ、お、耳とかめっちゃうまくないですか？どうですか？これ猫です。どう？え、やばい、グッドってしてくれました。上手なのかも。え、バツってしてる。三角？ちょっと判定が。え、これ今回めっちゃ可愛く描けて、体はちょっとここ隠したらちょうどいいか。お願いします。え、これちょっと点数つけてください。皆さん、この猫100点中何点ですか？あ、じゃあ10点中にしましょう。10点中何点ですか？ 115? え？え、これ何点ですか？やった、8点。あ、やった、その点数とか。やっぱこの目が可愛いですね。 これめっちゃ可愛い。5.5。 あ、3点くらいです。いや、3点。まあ、うさぎ描いて、じゃあうさぎ次描きますね。うさぎ、え、うさぎはめっちゃ得意です。
ちょっと待ってください。ちょっと事故があった。ちょっと事故が。お、いいんじゃないか。え、待って、やばい、可愛くない？やばい。え、待って、めっちゃ可愛い。え、ちょっと待ってください。これ過去一可愛い。え、待って、ちょっとほっぺとか描いちゃおう。え、待って、え、可愛くない？でも多分体描くと終わるんだろうけど。体描く、うん、はい、見てください。これめっちゃ可愛くないですか、この席。あ、体描きたいっていうメンバーがいるんで、じゃあどうぞ描けるこのくずれちょっとあのメンバーが描いてくれるそうなので、体スペース、それうなぎやないか。いやいや、うさぎですよ可愛い。え、本当ですか、ちょっとニヤニヤしちゃう。ありがとうございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。本当に皆さん気軽く遊びに来てくださいね。いつでも待ってます。私輪郭が犬、なんかうなぎって言われてる。耳が長い猫。え、でも、え、でも猫はあのヒゲがついてるのでそこがちょっと違いますね。猫より微妙。え、嘘。あ、ちょっと待ってください。あのメンバーが描いてくれました。え、ちょっとかメンバーがちょっと描いてくれました。どうですか、うなぎじゃないって書いてありますおいしょ、おいしょ、見えますかね、これうなぎじゃないって怒ってますねえ、うさぎひげあるんですかやばい、やばい。え、はい、これが正真正銘のうさぎです。共同作成者の名前はなんて子、じゃあこれ作成者だけ言っちゃったら、ちょっとシークレット、ちょっと後で本当にブログに送りますね皆さん。あ、じゃあモバメに送りますね。いやいやいや、さすがにモバメ登録してください。8点にアップ、体ついたらアップしました。9期で絵が上手いのは誰？いや、なんかレオはめっちゃ絵が上手いってイメージあります。レオめっちゃ絵上手いですよ。可愛い、可愛いイラスト描きます。はじめまして、はじめまして、こんばんは。え、初見さんいらっしゃい。うわー、初見さんだ喜んじゃう、めっちゃ喜ぶ。いや、初見さん、1.9点、1.9、2点中のですか。2000人超えてる。え、本当だ。2276人。え、また一人増えました新しい人が。ポジティブ、めっちゃポジティブです。私めっちゃポジティブのfff 0.5 組で絵心競争させたい。いや、私実はあの高校2年生なんですけど、早生まれの3月の25日生まれなので、残念ながら06なんですよ惜しいと思います。06なんですよ。05組入りたかったな。3月25日、皆さん誰の誕生日か知ってますか。同じ誕生日の人がいるんですよ、先輩に。誰だか分かりますか。いや、本当に私誕生日一緒なのが嬉しくて、あの
最初にその先輩に会った時もなんか誕生日一緒だよねって声かけてくださって本当に嬉しかったです。正解です。桜田彩香さんです。あやぴょんさんですよ皆さん。本当に嬉しいです。いや本当に初めて会った時に誕生日一緒な子だよねって言われて本当に嬉しいです。今それで思い出したんですけど、この前合宿がその9期生才能合宿が終わった後に先輩たちと会った時全員釣りの子だよね釣りの子だよねって言われました。釣りの子で認知されてます。京都観光しに来てくださいね。あ、そういえばつい先日京都観光しに行ったんですよ。あるアフタヌーンティーのお店に行ったんですけど、本当にめっちゃそのアフタヌーンティーのお店結構全国東京にもあるんですけど、東京のお店と店舗と全然印象が違くて壁紙とかが竹だったんですよね。そうなんですよ。本当に京都感がすごいありました。僕も同じ誕生日同じ3月25日です。え、嘘、一緒に祝いますねこれ。嬉しい。釣りの子、釣りしか釣りが趣味の人みたい。そうですよね。私釣りやったことないんですよでも釣りの子って認知されてます。意外ですよね。西馬ちゃんって東京なんだっけ。西馬ちゃんは千葉の子です。千葉県です。西馬ちゃんは関西弁映ってない。実は結構映り始めてきてて、結構映ってきてます、はい、一番好きな声優さん選べないですね。いや一番好きな声優さん男性部門と女性部門でちょっと欲しいです。男性部門だと梶裕貴さんで、女性部門だとちょっと桜彩音さんか、いや桜彩音さんです初見です。初見さんいらっしゃい。西ユーマと読むんですが違います、違いますよ。西ユーマです。西ユーマって覚えてください。釣りしてみたい。いや釣りやってみたいですよね。お父さんが結構釣り行くんですけど、結構こんな大きい魚を持ってへーっていう写真を送ってくるので行ってみたいなと思います。フォートナイトどのくらいやってたの。フォートナイト結構やってて、普通に1年くらいは友達とずっとやってたんですけど、でも私本当にビビりなので、なんかめっちゃちょっとあんまりもうイモってますねいつもやってる割には弱いです。4文字覚えやすいですね。本当に西ユーマーなのでぜひ覚えて帰ってください。現役女子高生ですか。そうですね、現役の女子高生です。玲子新規、いやそうなんですよ、本当にごめんなさい、新規です。あ、めっちゃ新規でごめんなさいなんですけど、前田玲子さんは本当にラブです。前田玲子さんめっちゃ好きです。関西で食べて美味しかったのはたこ焼き。たこ焼きもめっちゃ美味しかったんですけど、でも一番美味しかったものなんだろう。一番美味し、関西に来て一番美味しかったもの、なんだったっけ、あれなんだったっけ、もんじゃじゃなくて、あ、お好み焼きです。お好み焼きがすごい美味しいなと思いました。ソースが、あ、なんか関東だとしょっぱいんですけど甘かったんですよ。めっちゃ美味しかったです。内田真彩やなかったか、いや内田真彩さんも好きです。内田優馬さんと本当に
でも本当になんか内田真彩さんは本当になんか自己紹介のせいか分かんないですけど内田って言えないんですよ。内田真彩になっちゃうんですよ。内田真彩さんめっちゃ好きです。ガチ勢やな。結構いやそんなにでも結構こんくらいガチ勢です。東京グールの金木役の声優さん好きです。え、あれですか。え、ちょっと待って、花江夏樹さんですよね。ちょっと待ってごめんなさい、メンバーさんちょっとごめんなさい、メンバーがちょっとめっちゃ変顔写真見せてきた。そうですよね、花江夏樹さんですよね。めっちゃ好きです。美声こと石山です。え、やった、褒められた。美声ですかね。せい、ゆしんやと思う最初思ってた名前。全然西ゆまです。ゆし、なんかちょっと。大人の僕が現役女子高生をうっかり好きになったらやばいと思うので押すのを自粛した方がいいですか。いやいやいや全然、あの私も普通になんかあみたんとかあやみにあの普通に結婚しようって言ってるやばいオタクなので全然、いや全然大丈夫です。その気持ちすごいわかります。いややっぱちょっと自粛した方がいいかなって思っちゃいますよね。全然大丈夫です。私もバンバン気持ち伝えてます。こんばんは。こんばんは、初見さんいらっしゃい。え、こういうのって初見さんとかの名前って読んだ方がいいのかな。声優は石川由依さんが好き。いやあれですよね、三笠の人ですよね。本当に私も好きです。そういえばなんか今期どっかのアニメに石川さんが出てた気がし、確かそれで見始めたアニメがあります。あなたのだるま買いましたが。え、本当ですか。あの10個限定のだるまですよね。え、本当ですか。嬉しいです。10人のうちの1人いました、ここに。桜あやねるは可愛いよね。いや本当にあやねるさんはマジで可愛いです。しかも面白いのでめっちゃ好きです。 NCT の3期生の三河遥ちゅんは2週も認知してたよ。いやでもめっちゃごめんなさい、私本当にオタクでなんかすごいなんかキモい声が出るんですけど気にしないでください。え、本当ですか。ちょっと絶対調べます。ちょっとごめんなさい、スクショしようと思ったらできませんでした。覚えておきますね、 NGD3 期生の。コメントがおいしょ、ごめんなさい本当に。関東メンバーへって朝をパンセンが寂しがってるので遊んであげてな。そうですよね、東京の方ですよね。東京の方っていうか東京のどんぶらこ、どんぶらこ。いや本当に喋ってみたいです。ぜひ。小学生はちょっとやばい。いやそうですね、でもめっちゃ可愛いんですよ2人とも。本当にめっちゃ可愛くてさすがにちょっと結婚したいなって思うので。いやでも、ね、まあ、安心してください。私の本命は前田玲子さん。前田玲子さんにチョコレートあげたいな。なんかごめんなさい、ちょっとメンバーが遊んでます。声好きです。感情込めるのうまそう。いや感情込めるのめっちゃうまいです。あとなんか私アニメ見て育ってきたのでなんか結構あの普通の喋りがなんかアニメチックになっちゃうとか演技チックになっちゃうんですけど許してください。帰りました一人。めっちゃ喋りもうまいしオタの気持ちも分かるから人気出そうやね。ほんまですか。でも9期結構半分くらいオタクですよね。皆さんぜひ他の9期も。NMB におじさんキャラいるけど被害受けてない。え、大丈夫です。正味私も四捨五入したらおじさんなので普通にメンバー、うん、そうですね、結構四捨五入したらおじさんです。じゃあ結構、うん、
オタクは個性です。ほんまですか？やばい、関西弁、なんか S 関西弁みたいなやつ最近本当ですかか、ほんまですかって出ちゃうんですよ。やばい、 S 関西弁ってなっちゃう。髪の色、長さ、ゆくゆくは変わるのかな。多分私今ちょっと結構伸ばしてるんですけど、ここら辺まで行きたいですね結構初期の西馬よりも髪の毛、初期はこんくらいでしたね。本当に結構伸びました。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、配信来てくださって。ドンブラコ認知、そうですね、私あの自己紹介めっちゃ好きでよく見ます。すごい、なんか暴れてる。千葉県出身なら夢の国も詳しいのかな。帰る、バイバイ帰んないんかい。ちょっと今バイバイされたんですけど、帰らないみたいですね夢の国に関しては本当に月5で通ってます。通ってました。今は通ってないんですけどはい、でも本当に月5で通ってて、年パスがない時は月5で、年パスがある時は週に違うな、2日に1回行って月1で泊まってました。一番泣けるアニメは、うわー、バイオレットエヴァーガーデンか、バイオレットエヴァーガーデンですかね。秋葉原よく行った、よく行きました。はい、秋葉原は結構よく行きました。ラジオ会館とか、ラジオ会館ちょっと正式名称ごめんなさい、とかはよく行ってましたね。アニメイトとかは、あとは秋葉原、なんといってもミューズの聖地なので、本当に行くたび行くたび写真撮ってましたね。我々と同類なので勝手に親近感を感じています。いや本当にちょっと親近感あ、ちょっとこちらのメンバーが泣けるアニメはフリーだよって書いてありますねフリーも皆さん面白いアニメなのでぜひ見てください。そうですね、私なんか普通のなんか可愛いキャピキャピオタクじゃなくて、普通のなんかうおーよっしゃ行くぞ系のオタクなので、ゆまおじこと西山です。ちょっとやばい、死者誤入せんでもおじさんやでどうしよう、これからちょっと旧期のおじさんって名乗ろうかな。西さんも関東なん、どこ、千葉です、千葉県です、千葉県、あ、ちょ自己紹介しよう。 NMB48 旧期生、あ、え、どうしよう、え、自己紹介のあれってやっていいかな。よし、じゃあ自己紹介いきます。ちょっと皆さんに知ってもらいたいのでいきます。はい、西にやってきた元気いっぱいのヒロイン、その名も西ゆま、見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。はーいありがとうございます。千葉県出身、高校2年生16歳、西ゆまこと西ゆまです。よし、いやこれやりたかったんですよね。皆さんもぜひ覚えてください。関西弁の侵食力強いよね。いや本当に関西弁すごいですよね。あ、でもなんか最近富山弁とかも映ってきちゃってなんとかだぜとか出ちゃうんですよねいや本当に弁の力強いです。ロングが好きなの、なんかずっとボブ3年くらいボブだったので、ちょっと久しぶりにロングにしようかなと思って伸ばしてます。れいこちゃん足めっちゃ綺麗よね。それなんです、本当にちょっとなんかキモーター発言しちゃうんですけど、めっちゃ綺麗ですよね。正直もう撫で回したいレベルやばい、ちょっと待って、撫で回したいね、うん、いやさすがに舐め回すはちょっとそれ気持ちなんで、まあまあまあ、いやでも将棋やりたいって思ってるオタクはたくさんいると思います。やばいやばいやばい、やばい、本当にキモーと、どうしよう、これでうわこいつキモーとか思われたらやだ、どうしよう。大阪はユニバやで、いやユニバ行きたいです。でもこの前ってか、オーディションの時にユニバに一人で行きました。初一人ユニバ楽しかったです。やっぱシングルライダーいいですね。
ユニバにはハマらない。いやユニバ、いやでも私その夢の国のキャラクターのオタクだったので多分ハマらないかなと思ってます。ラジオ会館、そうです、ラジオ会館。中野は、中野じゃないけど上野はラーメン、好きなラーメン屋さんがあったので行ってました。あ、帰るそうです。バイバーイ。じゃあちょっとこれちょっと否定だけしていいかな。ホノピーはいません。実はホノピーないです。あの誰かいるかはちょっと後でモバメで送りますね。大阪に来たら USJ の年パス取らないと。あ、帰るそうです。バイバーイ。いやちなみにあの年パスは取る気持ちでいます。あの私遊園地が大好きなのですごい。うわすごい、みんな2周回って言ってくれてる。嬉しい。スクショしたい。できない。スクショできない。かこういうコメントがあるとスクショしたくなりますね。あとはし本当に、うわー、渋谷さゆき、渋さゆディラックス。渋さゆはいません。あ、あ、やっぱコメントが下に行っちゃった。はい、もうちょっとで3000。さあもうちょっとで3000なんですけど、ちょっと時間がもう58分ということで、このあとレオちゃんが、9期生のレオちゃんが配信するので、ちょっとはい終わります。ということで、じゃあランキング読みたい。私これランキング読むのやりたいですね。じゃあランキング読みます。私多分ショールーム配信毎回ランキング読むと思います。お、よいしょ。3位トシアンさん、ありがとうございます。トシアンさん。2位かぼちゃなかずさん、あ、かぼちゃなかずさんいつもありがとうございます。1位1位野原しんのすけさん、ありがとうございます。野原しんのすけさん。野原家ですかね。え、待って、違う、野原しんのすけのすけ。ちょっと違かった。1位、もう一回ごめんなさい。1位野原しんのすけすけのすけ、ごめん、もう一回いきます。野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。やばいやばい、あ、難しい。よし、はい、ということで皆さん今日長々と配信ありがとうございました。はい、ありがとうございました皆さん。はいはい。あれ、これ文字反転しちゃってるかな。西馬でした、ありがとうございました。次はレオです。皆さんもしあのレオちゃんの配信もぜひ見に行ってくださいね。暇だ、もし時間がお時間があれば。はい、じゃあ終わります。バイバーイ。よいしょ。